芸者雑談、今日はグッドネームで、今お食お昼飯、遅い昼飯ですね。遅い昼飯を食べてる、ヒーロー爺君とタップに、の前でちょっと収録させてもらってこんにちは。わっせこんにちは。こんにちは。ねえ、わっせ？わっせ？わっせ、まあ僕はわっせ。わっせ。タックは？僕もわっせなんです。わっせ、わっせ。わっせじゃない人もいるの？わっぜの人もいるんですよ。あ、ぜもいる。わっぜとか。あ、僕らあっぜ、あっぜもいるし。あっぜ？あっぜの人もいますね。あっぜ。違う、わじゃなかったっちょ。あやっとってこの間70歳のじいちゃんに言われた。ああ、そうなんだ。それは、ね、地方によってちょっと違ったりする。どうそう思います、もともと。なるほどね。もう今もあのこのご時世なんで、グローバルなあってめちゃくちゃ。だけど昔は鹿児島の地方で あだったりとか、ぜ、うん、だったり、せだったりするとか。はい。そうでも、はい、お父さんもわっせ。わっぜかな。親父はわっぜだね。なんか度合いがなんとなくあって、わっせだと軽い感じなんですね。でもっとこう表現した時はわっぜになるし、わっぜかとかになるし。だから僕ら今中山町ってところに住んでるんですけど、小学校4年生までは吹上町っていうところに住んでたんで、そこの小学校に通ってるんですよ僕ら、うん、そこで結構言葉はできてると思います。あ、なるほど。だ、うん、もう家もあるんだけど小学校とかで結構、うん、それで構築されるわっせ、わっぜ、手添いとか。へえ、じゃあ割とこう高校とかに入って、はい、いろんなところから来るとお前あらのみたいなのがある、うんうん、あります。そうなんだ。あの串木の仙台、アクネのあたりは打線、打線、なんなんだ線、じゃら線、じゃら線って言って線、線、あのボビーに線がつくんですよ。あ、なるほど。なんとかでしょうみたいな、アメリカのノリピーのピーみたいな、そんな感じですね。はぁ、そうなんだ。こっちだったらジャッドだけど、ジャッセンとか、ジャッセンはじゃら線。そのバスゼーはどういう役がぴったりですか？めっちゃです。めっちゃ関西弁のめっちゃ、めっちゃすごいわとも言いますよ。わっせすごいわとも言うし。なるほど、なるほど。それはめっちゃだね、うん、でも挨拶で言うじゃん。あれは間違えてます。え？あれ僕らが勝手に作った、うん、あ、そうなんだ。ノリなんで、なんか変人かなと思って。なるほど、なるほど。じゃあ普通の使い方としては蝶の代わりで使うけれども、わっせいいねみたいな、そんな使い方ですね。なるほど、なるほど。それをでもバステだけを取ってめっちゃって始まるわけ。そうです。なるほど。なんか挨拶みたいな感じで。それさ、あの周りの友達で通用する？例えば挨拶みたいな感じでバステとかって言って通用する？最近でも県なんで、わっせこんにちはってすごい変な言葉なんですよ、鹿児島県の中で。めっちゃこんにちはでしょ、うん、だから言うとウケる。最近ちょっと浸透してきて、友達とかは、うん、言われたりしますね、逆に。なるほど。わっせみたいな。じゃあ言葉を2人は作ってるんだよ。そうです。いや、そうですよ、そうですよ。そういうことになるかもしれない。朝僕ちょっと遅れてきたんですけど、あのもう人カップをレジに持ってきてくださってる方がいて、その人にわっせこんにちはって言われました。知らない方ですけど。でも見てる人、もうファンの人がそれを使ってくれたの、うん、はい、あ、嬉しい、嬉しいと思う、はい、あ、すごい影響力もありますね。いやまあそれで、はい、まあなんか今昨日から、あ、今日からね、はい、明日で、その何日まで、2月6日です、うん、6日、12月の6日まで、11月21日から12月6日ですね。で、13回目なんですか？そうです。13年前っていうと、ジン君はいくつ？25です。タックンは？僕は21なんですけど、うん、僕3回目から、足は3回目から参加して、県外にいたからね、うん、そっか。21だったら学生？いやいや、栃木県にいましたね、その時は。あ、そうなんだ、はい、なんかフラフラして友達のところを歩いて。あ、じゃあ1回目の時の足とかは来てない？来てないですね、僕は。3回目からなんで。あ、そうなんだ、はい、
あの見に来てもない見に来てもいないです。ああそうなんだ、僕ほら1回目はい、はい、早いっすね早いっすね。あの頃まだジンカップで名前もついてないですもんね。ああそうなんだ、A カップって呼んでました。あと B カップもあったんですけど、それの方が良かったんじゃない。それもありなんですけどね。あそしたらじゃあジンカップ、まあもう結構みんな有名だから知ってるかもしれないけれども、ジンカップを発売したのはどのくらい前かな。だから発売というか、うん、商品として、うん、展示会で売るは、うん、それこそこのアッシュがアッシュのちょっと前一つ前の展示会。あそうなんだ。だったかな、どっかでもそのぐらいなんですよ。あそうなんだ。1回目のアッシュは気合い入れたジンカップ作ってきてましたもんね。あ、うん、じゃあアッシュが始まる1年前ぐらいにもうお店に卸してたりする。いやアッシュで出会った方に、まあ、やっぱり人に恵まれて卸とかができるようになったっていう感じ、うんうんうん、じゃあ逆に言うとジンカップの歴史ってアッシュの歴史と被る。そうですね、うん、あすごいね、うん、本当にありがたいです。あ13年同じ仕事するんだけど、いや結構きつかった時もありますけど。どの時ぐらい？一番きつかったのは去年ですね。去年、うん、去年でその前にきつかったのはもっと最初の 1,2 年目ぐらいが結構きつくて。それはどういうの？また同じものの注文が。あそだってさ、うん、ごめんね、はい、1,2 年前だったらまだね、お客さんだって新しいし、そのあれでしょ、なのにだからもともとが僕親父が家具の作家なんですよね、はいはい、でまあオーダーを受けて作るんですけど、うん、まあ、1本ずつ仕事するんですよ。 ね、それがなんかこう、まあ、いっぱいを作るのをずっと続けるのかみたいなのがあって、最初にじゃあ秋広家では今までその商品を作ってそれをプロダクトしてお店に戻したことっていうのはない、歴史的にはない、ね、ないですね、うん、ああそうなんだ。じゃあお父さんは特にこの、あの家具を作られたってしたことはなかったの？あるけど、あるけどってか展示会、ちょっと展示会があってオーダーメイドですね。あなるほど。でそれで、まあ、3人、男3人が育ててくれて、プロダクトはジンが始めたって感じですね。あそうなんだ。だから親父はやっぱり刃物で仕上げて家具の家具仕上げたりするし、うんうん、あのすごいこだわって作ってるんですよ。で、うん、多分無意識ですけどそれをプロダクト化してみたかったんだと思うんですよね、うん、そのプロダクト化っていうかその、昔親父 の、 あの知り合いの木工が大好きな方にと話させてもらった時に、うんうん、どうなのってどういう風に仕事してるのって言われて、こういうオーダーメイドでやってます、でどういうサイズでって受けてやってますって言った時に、まあいろんな話として、それってお客さんにとってあのいい嬉しいのかなっていう言葉をもらって、でどういうことかっていうと、カタログあった方が買いやすいんじゃないとか、例えばこういうのを作れますって言ったやつを買う方がみんな慣れてるんじゃないっていう話をしてもらって、ああなるほどなとか、まだ分かったので、うん、それ誰がした話、あそれ何、ジン君は思ったってこと、僕があの大きなコーヒーか、カツラさん、カツラさん、うん、もう亡くなってるんですけど今カズラさんってパイロットで、まっせもっこが好きで、あのお上司長島のとこ、あの、あそこの工房パイロットって何だろう、多分、国際飛行機、セスナとかそういうのパイロット、うん、じゃなくて、あの旅客機です、旅客機の、うん、なんだけど、木工が好きなんだ、そうなんですよ、でお父さんの友達、親父の師匠のものを客さんっていう感じで、お父さんの師匠、はい
なんていう方、矢沢金太郎さんって言って、宮崎の人、宮崎の人、宮崎の田野っていうところ、え、何回名前言ってる、宮崎の田野っていうところの出身の、にある矢沢金太郎さんです。ああ、そうなんだ。後で調べてみる。はい、すごい、いいですよ。どんなの、その方はドイツで修行されたの。どんなもん、家具、家具を作ってて、あ、そうなんで、こうヨーロッパで修行して帰ってきて、うん、で継ぎ手を見せるっていう組み方ですよね。こっちに抜いて、はいはい、こうちゃん面を取る、これを見せるっていうのをメインでやってた、はいはいはい、組んでこう最後がパッつって名前が浮かび上がるとかもやってた、若い頃やってます。で、そのそういうこう木工が好きなパイロットの人がそういうふうに書けてみたいなことを言ったのを聞いて、ちょうど僕隣の隣ぐらいのギャラリーで展示会してて、そのお店の、うんうんうん、で見に来てくださいって言いに行った時にその話聞いて、あ、今たっくん今の話聞いてどう思います？どうですかね、難しいことだよね。僕の場合は、うん、まあ、もうこうやってるんですけども、うん、そうだよね。そのジンがそれ言われた頃とか、うん、でまだやってないんですよ、木工は、うん、だから僕が木工、まあ、実家に戻ってきて一緒に仕事し始めた時にはもうプロダクトあったんですよね、うん、ジンカップがね、ジンカップがあって、なんですかね、どっちもやりたいなと思って、うん、プロダクトの良さもあるし、うん、なんか嫌になる時もあるし、うん、だから、うん、っていう、まあ、うん、そうだね、なんで確かにね、それは深いじゃ深い、うん、プロダクトで広まることも多いけど、うん、はい、もちろんプロダクトの制約を受けることもあるし、うんうん、で僕ら本当そういう個性的な親父の下で修行してる若者だった頃って、うん、ビームズ世代なんですよ僕ら、うん、ビームズチェアとか、うんうん、ミッドセンチュリーがブワーって流行った頃で、なんでさ、あ、流行った、日本で流行った、はい、日本で流行ったリバイバルみたいな、家具作ってる、うんうんうん、仲間みんな、うん、やっぱミッドセンチュリー好きというか、なんでかな、あれはなんでだったの、なんででしょうね、うん、僕なんかそんなにハマってないんですけど、うん、なんでかな、あれね、なんか、まあ、仕掛けた人がいるんじゃないですか、あるだろう、はい、うん、なんか古いものだけどモダンに見える、うん、感じはありますけどね。だから何年生まれだっけ、ジン君なんかだと1982年です、ね、80年、はい、ってことは50年代、30年前ぐらいですね、うん、30年前ぐらいっていうとお父さんの世代じゃないですか、うん、はい、やっぱそうするといい感じなのかな、お父さんの世代っていうと、そう、親父の世代はどっちかっていうとまだ早そう、そういうデザインっていう考え方よりも、うん、その人間の方に近い、はいはい、はい、うん、で僕らそ う, そういう親父にその下でその仕事しながら、世間はみんなそビームズチェアなんですよ。なんで、あの、これってどういうこと、さっきの桂さんの話にもつながるんですけど、デザインして形をあれして売るんだと思って、だからそういうことを教わったことないから、うん、ないので、要するにチームで、はい、デザイナーがいてプロデューサーがいて、また販売の人もいてみたいな、はい、チームワークでね、うん、でまあでもさ、確かにそうすると世界に広まるよね、そのムーブメントみたいな、ね、はい、うん、だからなんかまあそれをうちだけでやってるってことなんですよね、その家族でやってやる、うん、大きく広げられなかったんで、若いし、うん、あのそれしか仕事もないし、うん、やり方も分からないし、ね、うん、自分で作るって自分で売るだったらまあ、うん、なんか本当やっとなんとかできるみたいな、最近純カップ作れるようになった気がする、まあ、全然分かってなかったなっていうか、そのじゃあ一番初めにそのちょっとしんどいなと思った、はい、1、2年、まあまだ始めたばっかりだったんだけど、それはもうそのプロダクト始めたんだけど、どうしてこんな同じものばっかり作らなきゃならないのみたいなところもあったし、まあ、なんかこうもっとでかい仕事があるんじゃないかみたいな、うん、よくもね、気持ちもあるし、うんうんうん、
ていう中で、うん、あのもし僕が作るのやめると、ジンカップってその瞬間なくなるなと思って、うん、でも作り続けてたら、ジンカップというものが存在し続けるから、なんか21世紀初頭に日本に、鹿児島にあったジンカップっていうものに しようと思ったんですよ、うん、で、そのためには10年ちょっと頑張ってみようと思って、で、10年やったんですよ、ね、うん、で、10年目でちょっと小休止したわけ、家作っておくと、ね、うん、ちょっとかぶってたりして、で、今どのくらいお休みしてたの、人格、1年ぐらい、8ヶ月とか、あ、うん、1年くらい、うん、1年は経ってないですね、半年ぐらいです、ね、その間、どんなこと思ったの、あの、ある種の闇をさまようみたいな気持ちですね。本当に。あの闇をさまよう。どうし、その材料が足りなくなったんですね。乾燥が追いつかなくて。で、そのペースを合わすために半年休む必要があったんですけど。で、その時気づいたんですよ。これ、なんか値段間違ってるぞっていうのをやっと気づいたんですね。僕全然そのビジネスマンではないから、全然そんなこと思ってなくて。初めての値段ってどうやって決めたの？どうやって決めたかな。13、4年前に。その時はジンカップってもともと再現性あるように作れるように考えてるんで、50個単位で考えたんです。なるほど。で、50個4000円、卸が4000円で、主語20万、1本20万円の仕事として作ったんです、最初。なるほど。それはどのくらい制作時間かかるんですか。当時とかだと2週間とかかかってる。多分手伝ってますね。でもその当時は多分1人でやっているから、2週間ちょっととかかかってたと思う。結構かかるね、うん、じゃあやっぱりなんだろう、内装の仕事とかからするとそんなに良くはない感じなのかな。そうです。でもそれがあの だんだん100個になる、200個になるっていうので、僕らもめちゃくちゃ作るの上手くなってきたんで、はいはいはい、全く手を休めないことができるんですよ。全部上がってて。あ、なるほど。だけど修練されてきてね、はい、うん、それで早く仕事が早くなって、はいはい、なんとかご飯食べるんですよ。なるほど、なるほど。あの、体が持たないみたいな。確かに。考える暇がもうなんかずっと手動かすみたいな。今日は200個掘るみたいな。なるほどね。ふうになっちゃって、うん、肘が肩がみたいな。そうか、なってきて。あの、すごくいい、あの、心と体を休める。早くはなったんだけど、気づいてみたらロボットみたいになってたみたいな。そうなんですよ。それがやりたかったような気はするんですけど、1から10までずっと自分でずっとここまでやり続けるなんて本当思ってなかったから。でも、まあ、しかし技術は相当ついたよね。ああ、なるほど、うん、勉強もひたすらまあ同じもの作ってると。あ、でもそれ重要だよね。それはかなり重要だったよかったなと。そういうことを今あまり求められなくなったから、逆にそういうこう言葉悪くて下積みじゃないんだけど、その仕事をさせてもらうと自然に身につくものってあるよね、うん、あの、うん、腕だけじゃなくて考え方とかも、はいはいはい、まあ、辛抱とかさ、まあ、あるもんね。そうですね、うん、で、その闇でもう一回ジンカップをまた掘るなんて、どんな気持ち。嬉しいですよ。あ、嬉しかったっすね。でもちょっとスケジュールが結構パンパンで、もう慌ててたから結構大変でした。だからね、ストッキストあったらどんな感じだったかわからないもんね。そうだね、いつもストッキストで新作発表して、そう、ね、今期の形みたいなことあるんで。確かに。なんかさ、今回だから海瀬山先輩にもウロをね、その作ってるじゃないけど、木がツヤツヤしてないね。同じタブの木だよね。同じ木だけど、塗装の仕上がりです、多分。ああ、そうなんだ、うん、多分それやっぱそこにも出来たてみたいな感じだ。出来たてって感じです。なるほど、なるほど。あの、ツヤを消すために磨いてるんですよ、全部。塗装の後に。それの具合で変わるんですよね。ウエスとかで磨くわ、うん、ウエスみたいな、ちょっと、まあ、ペーパーのウエスみたいな。スポンジみたいな。そうなんだ、うん、で、磨いてますよ、これ。それをしないと、あの食品用のなんでしたっけ、ウェルタンって、はい、
もっとテカテカですテカテカでちょっとなんかあんまり好きじゃなくてその艶ありみたいなのがあ、そうなんだなんかそっちの方がちょっと磨いた方が落ち着いた色合いっていう、うんうん、ナチュラルな感じだね、うん、そうですねああ、そうなんだないかにも塗装しましたみたいな感じになるんで、うん、それをちょっと抑えたい風呂とかは磨きにくいよね、あれはねそうですねでもその磨いてる時にあの毛羽が分かるんですけど最後に磨いたあーあこのスポンジがガサッて入っちゃったりするあそっかしやすいのでだからそれで磨い一回磨いてあげると分かるっていうあなるほどねやっぱり苦労があるものづくりにはありますね楽しいですけど、うん、で今回何個ぐらい人間作る今回の展示会には、30…ウロまで入れて50ぐらいです。あ、そうなんだ。はい。で、これからオーダー取るわけでしょ？今もう受注は終わってて。あ、そうなんだ。もう終わってるの？はい。で、年内に、1社につき10個ずつっていう縛りをさせてもらって、そうですね。年内に一旦納品して、また来年残りを納品する。なるほどね。だから今から年末までに300個、最低300個ぐらい作らないといけないそうだね、うん、まああんまり時間ないよねそうですね、もう会期中も平日はもうずっと工場です並行して、内装の仕事とかもあるのまあ、一旦一つ内装終わったんで一時はないんですけどそうです、ね、まだ次なんかちょっと古民家リノベーションみたいなのはちょっとあります